皆さんこんにちは。さあこんにちは。ようこそ視聴室、はい、今月も佐藤義興阿蘇市長にお話をお伺いします。よろしくお願いします。さて熊本地震から1年が経過しました。皆さんがそれぞれの思いで節目を迎えられたことと思います。阿蘇市で震度6弱を観測した本震からちょうど1年、4月16日は犠牲になられた方々へ黙祷を捧げ、また阿蘇市では各地でさまざまな催しも、復興に向けた催しが行われました。これから行楽シーズン本番を迎えますが、そのような中5月には阿蘇市で今までにないイベントが開催されるそうですね。そうですね、ちょうど震災から1年を迎えました。そのこともあってこれから思いっきり復興に踏み出していこう、そんなことで全日空 ANA、総合研究所のご協力を得て、今回温泉ガストロミーイン内巻温泉ということで、今回イベントを開いて、そして元気強く復興に向かってやっていこうということで、もちろんこれはその復興支援もありますけれども、地域の活性化ということもしっかり含んでいる、行事です。はい、そうなんです。5月20日の土曜日に温泉ガストロノミーウォーキングイン阿蘇内巻温泉。温泉ガストロノミーって私初めて聞くんですけども、なかなか、聞き慣れない言葉ですよね。僕は最初聞いた時、これは何事やと思ったんですけれども、ヨーロッパの特にフランスが発祥の地で、もうすでに各国一生懸命素晴らしい取り組みだということで、欧米を中心にして広がっているウォーキングなんですけれども、日本にもたくさんの魅力ある温泉があります。その温泉地を拠点にして、そこで生まれてきた食とか、あるいは自然とか、また文化とか、歴史とか、そういうものを歩きながら食べながら体感ができるという素晴らしいウォーキング、新しい取り組みです。お話聞いてるだけでね、本当にワクワクするんですが、開催地がその阿蘇の内巻温泉、本当に文豪も愛した温泉地なんですけれども、温泉も満喫できるそうですし、またその食もね、いっぱい自慢がありますが、どんな見どころ、ポイントがありますか。そうですよね。まずこの自然景観といっても、世界でも類のない人がカルデラの中に住んでいるということが一番ですし、世界に発信できるこの大きな地形、魅力のある自然環境の中で、火山が作り出してくれた水とか、あるいは景観とか、その大地の中で取れる新鮮な食べ物とか、そういうたくさんのものがありますので、そういうものを一つ発信をしていこうということにはしておるんですけれども、いろんなグルメがありますよね。たくさんあります。特にずっと歴史的に郷土料理として、出てきた高菜ご飯とか、いいですね、あるいはだこ汁とか、また田楽もそうですし、それと同時に最近は特に光が当たってる阿蘇の赤牛とか、阿蘇の地鶏の炭火焼きとか、スイーツもありますし、その後温泉にゆっくり入っていただくとか、もちろんお酒も阿蘇で作られたものが出てまいりますので、そのそれぞれのステーションの中で物語を作りながらのウォーキングということで、皆さんに楽しんでいただけると思ってます。もうお腹が空いてきましたね、今の言葉が出てきただけで。そうですよね、本当に阿蘇の魅力がぎゅっと詰まったイベントとなっていますが、日程や開催場所、受付方法などはどうなってますか。このことについては、ちょうど今から阿蘇のホームページ等で、発信をすると思いますけれども、5月20日の土曜日ですから、ちょうどメイン会場が市役所の内巻市長の横の、多目的広場、芝浦が、イベントの中心の、そのメイン会場になりますけれども、300人の方を対象にしてと
いうこともあって、うん、事前の申し込みが必要になってきます。はい、麻生市のホームページで、うん、そのことを発信していきますので、はい、早く申し込んでいただければと思います。はい、ちょうど今ここにですね、このパンフレットがございますが、はい、300人、まあ、先着順に、ね、着順ね、なります。本当に魅力的なイベントなので、皆さんね、お急ぎ興味のある方は申し込みいただきたいと思います。はい、専用ホームページがあるということなので、はい、ぜひそちらからお申し込みください。ね、特に今回の場所は、うん、温泉地である内巻温泉、うん、そこからずっと外輪山とか阿蘇の五岳を眺めてゆっくりウォーキングができるナペズル線というところを、うん、今回コースにしておりますけれども、はい、もう5月の20日ですから、うん、田植えが終わって、ね、素晴らしい稲のですね、うん、姿も堪能することができますし、うん、その先には阿蘇の五岳涅槃像がくっきりと見えると思いますから、うん、ダイナミックな自然も体感できる、うん、そんな場所でございますので、うん、ぜひとも多くの方に来ていただければと思ってます。はい、では市長、最後にですね、はい、クイズは、まあ、このイベントに関するあ、そうそうそう、今回のクイズということで、イベントのクイズについては、はい、もう今回のこの中にもありましたけれども、うん、温泉 の, ガストロミーウォーキング、はい、この温泉地のあるところで、うん、それを実行しますけれども、うん、その温泉地の名前は何というんでしょうか。はい、これが今回のクイズです。はい、お答えを皆さん、はい、ぜひお寄せください。はい、素敵なプレゼントもご用意しております。今月のようこそ市長室は、5月20日土曜日に阿蘇内の巻温泉を中心に開催される温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内の巻温泉について市長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇トリミヤから国産親鶏肉団子 150g とトマトソース煮込み手作りハンバーグ 180g をセットにして2名様にプレゼントします。一つ一つを丁寧に手でこね、阿蘇産のトマトを使った地産地消にもこだわった一品です。こちらはショッピングサイト阿蘇もで取り扱っていて、また期間限定販売のありがとうセットの中にも入っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは5月31日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。阿蘇市のチャレンジワードでこちらの空欄に入る言葉はの答えはオンリーワンでした。たくさんのご応募お待ちしています。